皆さんこんにちは、よしおです。気づけば桜の季節になりましたね。新社会人になった皆さんお疲れ様です。学生の方は新しい学び屋に胸躍る方、不安な方いると思いますが、まずはマーベルのニュースでも聞いて一旦リフレッシュしましょう。あれ、ニュースの開幕にいたキモい 3D モデルはどこ行ったと思った方いると思いますが、あれだけ別撮りするの面倒になったので消えました。むしろ最近 VTuber である必要あるかとも思ってきました。まあそんなことは置いといて、今週は読みたいマーベルコミックがあんまりなかったので、原作コミック以外の話題が多いですが、最後までご視聴いただければ嬉しいです。というわけで早速、今週4月3日に発売したコミックスの話題からいきましょう。新しいデッドプール誌がスタート。この間までユニティスクワットでキャップの下で働いていて、ミズ・マーベルのベーコンつまみ食いしていたデッドプールの新しい個人誌が4月3日から始まりました。個人的な統計では、マーベルコミック読んでいる10人中12人がデッドプール誌を読んだことあると思うのですが、実は僕デッドプール誌読むの初めてです。正確にはコラボコミックのデッドプール VS サノスは読んだことがあります。別にデッドプールが嫌いなキャラというわけではないのですが、なんか食わず嫌いというか、あんまり読む機会がありませんでした。というわけで、映画もそろそろ公開するということで、今回初めてデッドプールの個人タイトル誌を読ませていただきました。いきなり知らんデッドプールの飼い犬が出てきてビビったんですが、なんかカーネージシンビオートのクローンで、デップに懐いてる犬みたいで、名前はプリンセスだそうです。プリンセスって名前で人間をバリバリ食うのはどうかと思いますが、従順でデッドプールをパパって呼ぶのは可愛いです。詳しく語るほどの内容はなかったのですが、敵とドンパチドタバタした結果、デッドプールがターゲットを変なやつにかすめ取られて意気消沈して終わりました。そしてその変なやつはデスズグリップという名前だということが明かされ、今後のメインヴィランとなっていくようです。読んだ感想としては、デッドプールのコミックってもっと吹き出しがたくさんあって、たくさんの声が一コマに集まってて想像しいイメージあったんですが、思ったより洗練されてて面白かったです。軽口のマシンガントークも絵柄も見やすくて、これは人気になりますわという感想です。あと中堅プリンセスちゃんがめちゃくちゃいい味出してます。プリンセスちゃんを見るために今後もコミックを追っていきたいと思います。クレアの左ストレートが痛そう。続いてはコミックドクターストレンジから。以前のニュース動画で紹介したストレンジがジュマンジみたいな RPG ボードゲームから子供たちを解放させるために奮闘するお話。ボードゲームのルールにのっとって参加しなければいけないので、前回はパーティーメンバーを集めてこの元凶となったモルドに出会ったところで終わっていました。ちなみにパーティーメンバーは魔法使い枠にドクターストレンジ、盗賊枠にブラックキャット、戦士枠がタスクマスターで、聖職者がハンターズムーンと、かなりいびつなメンツとなっております。そうしてモルドが召喚したドラゴンと戦うことになった4人ですが、タスクマスターが早速金で寝返ってもいいとモルドに持ちかけています。さすがですね。ただモルドにはあっさり断られてしまいました。その後ストレンジが1人でドラゴンを相手にし、その間にモルドの持つ本を奪うように他のメンバーに伝えますが、めちゃくちゃ必死なストレンジに対してブラックキャットがこの微妙な表情で、OK と言います。さらに次のコマでストレンジが本だぞ、絶対奪うんだぞと必死に訴えますが、タスクマスターがさーてここからどうすっかなとやる気なし。しかしハンターズムーンが無実の人が危険にさらされてるんだ、選択肢は一つだろうと、なんとか2人を鼓舞します。マジでハンターズムーン、このパーティーの両親だな、いてくれてありがとう、好きになったよ。結局ブラックキャットがモルドから本を盗み、ストレンジがゲームを強制終了して事なきを得ます。計画がうまくいかなかったモルドはストレンジに負け惜しみを言いますが、直後クレアからきつい左ストレートがお見舞いされます。それがめちゃくちゃ痛そう。モルドは結局サンクタムの地下牢に入れられるのですが、パンチの影響で顔がパンパンに腫れてるのが痛々しいです。今回ボードゲームのあれこれよりも最後のクレアの左ストレートが一番印象的なコミックでした。今週の面白かったワンシーンをご紹介するこのコーナー、今回はデッドプールのコミックから、あの日本の人気漫画のパロディーシーンをどうぞ。もうデッドプールがネタバレしてますが、これは漫画チェンソーマンでアキがキツネの悪魔を刺激してヒルの悪魔を撃退するシーンのパロディーです。まあもろにチェンソーマン言うてますので、もはやリスペクトの域ですね。ついこの間動画で上げた海外でのチェーンソーマン人気がこんなところで垣間見えるのは面白かったです。ムーンガールシーズン2が米国ディズニーチャンネルで放送開始。
さてここからは原作コミック以外の気になるマーベルニュースを取り上げていきましょう。まずは光太郎様からリクエストいただいた内容を取り上げさせていただきます。先週アニメ X-Men97 の高評価をニュースにしましたが、実はもっと高評価のアニメが存在しました。それはアニメムーンガール&デビルダイナソーです。噂のロッテントマトでこのアニメの評価を見ると、嘘だろ、なんと評論家スコア 100% の視聴者スコア 94% です。いや、視聴者様から配信などで面白いよとは聞いていたんですが、まさかここまでとは。実は見たことがなかったんですが、せっかくの機会なので1話だけ見させていただきました。一応原作のムーンガールを知らない方のために簡単に解説すると、マーベル公式から一番頭のいいキャラの称号をもらった少女です。家庭は中流家庭で、ゴミ捨て場などで材料を漁って発明品を作っていたという叩き上げの発明家。インヒューマンズという種族で、感情が高ぶると相方の恐竜と意識が交代するという能力があります。アニメではローアーイーストサイドを拠点とするヒーローとして活動する姿がおしゃれな絵柄で描かれています。子供向け感満載ですが、ポップな絵柄とおしゃれな BGM は他では味わえない独特な面白さを感じました。あとケイシーの性格が意外と素直で可愛い。まだ1話しか見ていませんが、今後も時間があれば順次見ていきたいと思えるクオリティでした。そしてそんな大好評のムーンガール&デビルダイナソーのシーズン2がアメリカのディズニーチャンネルにて2月から放送開始されたそうです。1日ずれでディズニープラスでも配信されているようですが、日本での配信は現在のところ未定となっております。なんかビヨンダーにフォーカスされるとかですごく気になってます。というかこのビヨンダーのビジュアルもかっこいい。シーズン1の時は米国のディズニーチャンネルで放送開始してから日本のディズニープラスで視聴できるようになるまで10ヶ月ほどタイムラグがあったようなので、日本で見れるのはもしかしたら今年の12月頃になるかもしれません。その間に皆さんもシーズン1を予習しときましょう。現在ムーンガール&デビルダイナソーのシーズン1はディズニープラスで無料で視聴できます。マーベル1943ライズオブハイドラのトレーラー公開。続いては船堀光様からのリクエストで、アクションアドベンチャーゲームマーベル1943ライズオブハイドラを取り上げさせていただきます。トレーラー映像自体は2週間ほど前に公開されたもので、 MCU でのおなじみのキャップやブラックパンサーなどが確認できます。ゲームとしてはナチスドイツに対抗するため、ブラックパンサーやキャプテンアメリカなどのキャラがなんやかんや共闘していく内容らしいです。こんなこと言うとおっさんなんですけど、本当に最近のゲームってグラフィック綺麗すぎますね。まあプレイ映像がどうなるか分かりませんが、本当に映画を見ているようです。ちなみにこのゲームのブラックパンサーはティチャラの祖父にあたるアズーリと呼ばれ、レトコンされる前は初代ブラックパンサーと呼ばれていました。そしてこの女性はワカンダのスパイのナナリです。原作では第二次大戦中のワカンダの国王がアズーリで、女王がナナリでした。しかしヒトラーを崇拝するクラウ大佐に恩をあだで返され、ナナリは死亡。その出来事からアズーリはブラックパンサーとなっています。そしてゲームには我らがキャプテンアメリカことスティーブ・ロジャース、彼と行動を共にするのはハウリングコマンドズのガブリエル・ジョーンズという隊員です。おそらくゲームの内容的に2010年発刊のコミック、ブラックパンサーキャプテンアメリカ父親たちの成長期を元にしていると思われます。このコミックでも対立していたブラックパンサーとキャップがレッドスカル相手に共闘する流れが描かれており、ゲームの4人全員が登場しています。またガブリエル・ジョーンズもこのコミックで主役級の活躍をしています。まだ詳しい内容は分かっていないようですが、ヴィランにレッドスカルが登場すればかなり面白いことになりそうですね。ゲームの発売は2025年頃なので続報を楽しみに待ちましょう。映画ファンタスティック4シルバーサーファー役が決定。こちらは X で通行人 A 様より情報いただきました。ありがとうございます。 MCU 映画ファンタスティック4に登場するシルバーサーファー役をジュリア・ガーナーさんという女優が演じることが決定したということです。まずこれを聞いた際に思ったのは、シルバーサーファー出るの？ということです。もう最高じゃないですか。もう絶対見に行く。初日に見に行きます。僕はマーベルキャラの中でシルバーサーファーが一番好きなのでマジで楽しみです。一応シルバーサーファーについて知らない方のために簡単に解説すると、サーフボードに乗ったペプシマンみたいなやつで、めちゃくちゃ強くてめちゃくちゃ性格が良いというマーベルコミックキャラの中ではめちゃくちゃ稀有な存在です。大体マーベルキャラは強くなればなるほど頭がおかしいか闇の側面を抱えているやつばっかなんですが、シルバーサーファー先輩はそういうのがなく、ほとんどのコミックで常識人です。
まああんまりシルバーサーファーを語ると1時間コースになるのでこの辺にしておきます。ちなみにジュリア・ガーナーさんが演じるのはシルバーサーファーのシャラバル役ということです。シャラバルというキャラは原作ではシルバーサーファーの故郷であるゼンラに住むシルバーサーファーの恋人で、一昔前はシルバーサーファーの恋人といえばシャラバルと言われていました。しかし2016年のシルバーサーファーのコミックで久々に登場したシャラバルは、地球を全裸にしてやろうかと言って地球を改変するイカれたババアになっており、読者の度肝を抜いています。原作ではアース99997を描いたコミックアース X でシルバーサーファーと共にパワーコズミックを授かり、シルバーサーファーとしてセレスティアルズと戦ったこともあります。もし映画でもセレスティアルズが絡んできたら面白いですね。恥ずかしながら僕はジュリア・ガーナーさんという女優さんを存じ上げなかったのですが、すごく美しい女性ですね。これはシルバーサーファーが惚れるのも無理ないです。まあ、とにかく僕はですね、チームではファンタスティック4が一番好きだし、キャラではシルバーサーファーが一番好きなので、もう今から映画が楽しみすぎる。MCU 映画ファンタスティック4は2025年の7月公開予定だそうです。また続報があればお伝えいたします。というわけで今週のマーベルニュースはいかがだったでしょうか。視聴者の皆様、様々な情報提供本当にありがとうございます。取り上げてほしい話題やご質問などがあればお気軽にコメントください。そして毎週マーベル原作やそれに関するニュース動画などを上げていますので、もしマーベルや MCU、アメコミに興味がある方はぜひチャンネル登録や高評価をしていただけると励みになります。それでは次の動画か配信でお会いしましょう。メイクマイマーベル。さようなら。